桃太郎電鉄ターボ。桃太郎電鉄がパワーアップして PC エンジンに登場。いや、いきなり大きなタイトルにびっくりだね。村や町もこの通り。ファミコンと比べてどうかな。あららら、怒られちゃった。さあ戦闘開始だ。敵は狐鬼。手ごわいぞ。魔法をうまく使うのがコツだ。やった、勝ったぞ。ファミコン版との大きな違いはこのステータス画面。細部にわたるデータが一目瞭然。見やすいね。そしてギャグキャラも健在だ。さあうまく鬼退治ができるかな。7月20日、ハドソンより発売予定。